まあ、ここから書くとして、1個に1ペアに1つずつずらして書きます。で、4、5、6なんで、この、よいしょ。ここまで使いましょう。で、まず本の順番でいくと、トゥルネ、ユヌフォアラ、ドゥーゼム、エラ、トロワゼム、ペアナ。で、2番と3番をまずツイストしてますね。で、次に、クロワゼをして、プランティユネパングル、オーボアン、アン、ユヌパッセとあるので、2と3で、まずクロスをして、ピンを打って、で、ユヌパッセなので、ツイストしてから、クロスまでしています。で、次は、トゥルネ、ユノフォアラ、トロワゼム、エラ、キャトリエムペアなので、これが3ですから、まず3をトゥルにして、次4も、トゥルネしときます。で、クロワゼ、プランティユネパングル、オーポアンドゥ、ユヌパッセなので、まずクロワゼをしてから、ピン打って、で、ユヌパッセまでやってますね。ここら辺結構今までの感じと似てます。で、その次なんですけれども、次は、トゥルネ、ユヌフォアラ、プルミエ、次は、トゥルネ・イヌフォアラ、ドゥーゼム・エラ・トロワゼムペアで、クロワゼで終わっているので、2と3で、トゥルネをした後、クロワゼだけで終わってますね。通過しているだけです。2と3が。で、次に、トゥルネ・イヌフォアラ、プルミエ・エラ・ドゥーゼムペアで、次に、よいしょ。1番と2番で、まずトゥルネをしてます。で、次に、クロワゼをしてから、プランティユネパングルでユヌパッセなので、こういう感じに進んでますね。つまり、今までは、なんていうんですかね。3と4やった後、1と2っていうのも同時にやってたんですけれども、その間に2と3の交差が入ってるって感じになりますね。で、ここはピン打って、クロスまでやります。で、今1と2が終わったんで、で、次は、トゥルネ、ユノフォアラ、ドゥゼム、エラ、トロワゼエムペア。なので、2番と3番で真ん中で、まずトゥルネをしてでクロワゼをして、プランティユネパングルをポアン3ユヌパスポアン4ですねでユヌパッセでここでクロスしてピン打って、ユヌパッセっていう感じによいしょ。で、ピン打ってツイスト、クロスまでっていう風に、なってますね。で、次は、トゥルネ・ユヌフォアラ、プルミエ・エラ・ドゥゼムペアで、クロワゼ・プランティユネ・パングル・オーポアン、サンク・ユヌパッセなんで、次は、1と2で、これが1で、これが2。クロスして、ツイストしてクロスして、ピンを打って、で、ユヌパッセまでやってますね。これが1と2ですね。で、次はトゥルネのフォアラ、トロワゼメラ、カトリエムペア、クロワゼって終わっているので、3と4は、トゥルネした後、よいしょ。クロワゼだけで終わってます。まあ、こんな感じですね。これでまあ、ワンブロック終わった感じになります。で、次は、ずっと隣に行ってしまってですね。
トゥルネ、ユヌフォアラ、CGM6 と7で、トゥルネして、クロワゼして、プランティユネパングオフワンシスでユヌパッセってなってるんで、1,2,3,4 これが5なんで、6と7はここですね。ここで、こっち側の左のと全く同じことをやってます。なので書くと、こう来て、こう来て、ピンを打って、ツイストをしてから、クロスまでしてます。で、その次は、その次は、ここと、ここで、同じようにツイストして、クロスして、ピンを打って、ツイストしてから、クロスまでやってます。で、その次は端っこをやる前に、この真ん中で、ツイストをしてからクロスでこう交差することが入って、で、次にこの5番と、6番でですね、ツイストしてクロスしてピンを打って、よいしょよいしょ。ユヌパッセツイストしてクロスまで。っていうのをやってます。で、左をやったら、次はこっちへ行って、で、クロスして、で、ツイストしてからクロス。これが真ん中のところですね。で、真ん中のところが終わったら、左右は、こっちはクロスとツイストだけで終わってます。なので、こうツイストして、クロスまで、こうですね。こうまで行ったら、次のブロックへ行くと。こっちも、ツイスト1回入れといて、よいしょ、クロスまでして、これでワンブロック終わりになってます。で、次のところは、4番と5番でやるんですけれども、その時はそれぞれツイストを入れたら、クロスをして、ピンを打ってですね。で、よいしょ、ツイストをもう一回入れてクロスみたいな感じで、ここで次のブロックが始まるって感じになります。となってくると、このですね、それぞれのブロックでどんなことをやってるかというと、まあ、最初はだいたい1回ツイスト、これ、まあ入れてるんですね。ここはステッチに入らないで、次はクロスツイストで、ここがハーフステッチですね。で、ピンを打ってクロスツイストで閉じてます。で、次は右に、ここ。ツイストだからここまで入れときましょう。で、次は右に行って、ハーフステッチを一回してて、で、ピン打って、よいしょ。またハーフステッチをしてますね。で、次は2と3で、ハーフステッチを一回入れてます。で、ピンは打ってないと。で、次は1と2で、ここ、よいしょ。ここがハーフステッチですね。で、ピンを打って、またハーフステッチでこう挟んでると。で、次は真ん中3と4でハーフステッチをしていて、ピンを打って、で、ハーフステッチしてます。で、1と2、これ端っこなんで、ハーフステッチして、ピン打って、まあ、ここ最後ハーフステッチしていくってなるんですね。で、この下は、ここもツイスト、ちょっと書いてないですけど、ここもハーフステッチで次のブロック行くっていう感じになります。で、次のブロックはまたハーフステッチで真ん中から始まっていくっていうので、ここと同じことをやるんですけど、なので、ステッチを色の線で置き換えていくと、まあ、全部ハーフなんで、全部緑で、書けますね。ここ書いて、
まず2と3が交差してます。次に3と4が、よいしょ、こういうふうに交差をしていて、3と4の次は、また2と3が交差してますね。で、次は1と2が交差しています。で、また2と3が交差して、で、端っこの場合は1と2が1回、2回とこういうふうに交差して、3と4は1回だけ交差をしています。ということなので、これをもうちょっと、分かりやすいように書くとですね。1、2、3、4、5、6個点があったときに、まず、それぞれ、ツイストをして、それぞれ出てくるんですけれども、まず、2と3で、ピンを挟んで、こういうふうに、よいしょ、交差をしてますね。で、次に、3と4で、こういうふうに、よいしょ、交差をしてます。で、その後は、2と3が、まあ、交差するんですね。で、次に、1と2で、よいしょ、こういうふうに交差をしてました。で、その後、ピンも打っときましょう。で、その後、また2と3で交差するんで、こういう感じで進んでます。で、2と3の後は、3と4はそれぞれピンを打たずに交差してて、1と2は端っこなんで、まあ、ピンを打って、こういうふうに交差してました。なので、イメージとしては、まあ、こういうふうに、まあ、糸が進んでるんですね。なので、滑らかに書くと、こう来て、まあ、こう来たやつがこう来て、次はこっち行って、こうみたいな感じなんで、で、それぞれ、縦糸はこうですね。で、こっちも縦はこう。4番も、こういうふうに進んでます。で、次の糸は、こっちはこう左から右へ行って、この糸は右から左方向、こう進んでいく感じになります。で、次は、この、4番と5番で同じように交差をして進みます。で、こっちから来た糸と、こっちから来た糸でピンを挟んで交差してます。で、次、右行って、真ん中で交差してから、左行って、で、下へ行くと。で、それぞれこっちの糸もこういうふうに進んで、こっちの糸はこうですね。こういう感じで進んでいきます。これで、どんどん書いてみましょう。なので、まあ、イメージとしては、1、2、3、4箇所はピンを打ちながら、よいしょ、交差で今までと似たノリで進んでいくんですけれども、ここですね、ここが真ん中でまず交差を入れている、挟んでるってところが一つポイントです。で、折る順番は上、右、左、下っていう風に進んでいくっていう感じですね。で、それぞれ縦の糸は、まあ、前と、今までの雰囲気と同じように、よいしょ、進んでいきます。で、端っこだけここピンを打ちたいんで、斜めに進みますけど、基本は、まあ、下を折ったら、その糸はそれぞれ真横に進んでいくイメージですね。で、こういうふうに、糸が進行してきますね。よいしょ。まあ、これちょっと小さくしたら同時に見えますかね。
との進行方向、進行する順番を感覚で見てもらえたらいいと思うんですけど、まあ、まず上をや2と3で交差していて、その次右で交差してるんですね。で、次はこっちからこう、2番がこう下に来て、2番と3番がここの真ん中で交差してる。それがここの部分ですね。で、次は1と2でこうピンを挟んで交差してて、1と2、2と3っていう風には今までと同じような風に進んでます。で、それぞれ終わりのところの3と4はピンを挟まないでこういう風にツイストを入れてるっていう、あ、ツイストじゃない、ステッチ、ハーフステッチを入れてるっていう感じなんで、まあこうなるということです。もうちょっと何列か書いてみましょう。これもまあ糸の進行方向をだんだんね、まあ、覚えてきちゃうと思うんで、そうすると、まあ、間違いなくね、書けるようになると思うんですけど、最初ちょっと悩んだらですね、こういうところの交差を忘れちゃうと、よいしょ、折ってるときその通りになりませんので、何回交差入ってるかなっていうのをイメージしながら書いてもらうと間違いないと思います。まあ、よくあるのが本当にこう下で使ったやつで、この角の部分の交差しないで次に行っちゃったりすると、四角い形ができずにですね、なんか変形しちゃうので、そういうところだけ、まあ、折るときも書くときも気をつけてもらえれば、まあ、間違えないかなと思います。まあ、こんな感じですね。どうだ？まあ、どれくらい使われてますかね、これは。まあ、これも結構、なんだろうな、ちょっとした単純なアレンジなんですけれども、見た目が結構変わるので、まあ面白いかなと思います。ここは端っこなんで、斜めに進んで、そのまま下まで行きます。こうですね。で、ここは、下をやった後、横にこう進んで、こういう風に進行しますね。あ、これ、こうじゃない。これは間違いです。この糸がこう来るんですね。今の間違いをすると、普通のローズグラウンドになっちゃいます。なので、まあ、ローズグラウンドのバリエーションって、まあ、いっぱいね、あるんですけど、自分で糸のこの進行方向とかをね、考えながら、なんか頑張れば、オリジナルもできそうな気がしますよね。でもなんか、ああ、これ違う。これし、すぐ間違えてしまいますね。よいしょ。ここが、左じゃなくて下に行くっていうのをすぐ間違えちゃいますね。まあでもわかんない。そんなにめちゃくちゃ、そんなに組み合わせないかもしれないんで、なんか新しいのできたと思っても実はもうあるやつだったりする可能性もあるんですけど、でもなんかこういじくってたら、ちょっと面白い模様できそうな気もしますね。よいしょ。こういう風に進行していきます。で、最初は、ツイストが1回ずつ。よいしょ、あれかけない。よいしょ、ツイストが1回ずつ入ってたんで、それは入れときましょう。で、すべてはハーフステッチでできていたので、ここら辺も全部緑です。
なんで、まあ、結構デザインを自分がね、デザイン画を自分で描いてると思うんですけど、結構大体ハーフステッチだなって思うことが多いですね。ハーフステッチか、まあ、ホールステッチ。だから緑か紫のどっちか、まあ、あと赤ぐらいかな、が多いような感じで、結構大体が本当緑だなっていうふうに思います。なので、この間、デザイン画を手書きするようにカラーペン買ったんですけど、なんか緑だけもうインクなくなっちゃいそうになって、すごい緑の消費量がね、多いです。こんな感じです。まあ、結構カラーペンでね、なんかお絵描き感覚でデザイン画を描くのは楽しいですね。でもなんかカラーペンでフリクションサインペン、クリクションカラーサインペンっていうのを買ったんですけど、あれって摩擦で色が消えるから便利かなと思って買ったんですけど、なんか意外と完全には消えないんで、意外に難しいなと思いました。で、あと鉛筆で描いた上にサインペンで描いてしまうと、なんかサインペンの部分間違えて消そうかなって思うとめっちゃ力入れて消すと、なんかこうやっぱ鉛筆の、ね、黒鉛が伸びちゃって汚くなるんで、あんまりうまくいかないなとは思いました。まあでも、いざという時消せるので、それはまあ便利かなとは思います。というわけで、こんな風にポアンラピエージュビエーゼの、アベクデさん、あ、カロー、まあ、四角いやつですね、はこういう風に書けると思います。で、そっか、こっちの方で図を表示しときましょう。こんな感じ。まあ、慣れてきたら、てかもう、文章を見ないで、この図を見ながら直接こっちの模式図を書いちゃってもいいかもしれないですね。もう大体何やったらこの見た目になるかが分かっているので、そうすると、この図からこっちが直接描けたらいいかもしれないですね。なので、この写真を、写真かな？図かな？図ですね。多分こんなに綺麗にピンの写真撮れないんで。この図で見ると、すごく糸の進行方向、分かりやすいと思います。上やって、右をやって、で真ん中交差、クロス、ツイスト、ハーフが入ってますよね。で、その後左行って、右行って、で、左右はそれぞれピンなしでハーフステッチをしているというのがわかると思います。なので、模式図はこんな感じで、実際に折った場合は、こんな感じになるということですね。よし、じゃあ次やりましょう。次は、ポアン・ラ・ピエージュ・ピエージュ・アベック、デッサン、サーペンタン、セルペンタン、サーペンタン。なんだろう、サーペント。やっぱヘビですかね。わかんないんですけど。で、これは、じゃあいきなり図を描いてみますか。こっちも参考にちょっとちら置きしといて。じゃあ、1,2,3,4,5,6 なので、1,2,3,4,5,6 名前だけ書いておきます。ポワン、あ、ラ、で、アベック、あ、違う、アベックでいい、アベック、で、これちょっと先にじゃあ図を見ちゃいますと、基本的なステッチはね、ほぼ、てか、8割同じなんです。この一番左の四角とか見てもらうと、まんまなんですけど、違うのは、ここの右下のところで、いつもハーフステッチ入れてるんですけど、その入れる場所が、ちょっとずつずれてるんですよね。
じゃあ私これ何週前だろう、忘れてしまいました。2週間前ぐらいだと思うんですけど、折るときにめちゃくちゃ間違えたんですよね。3週前ぐらいかな。で、めちゃくちゃ間違えて折り直したんですけど、そこの部分の、ここの交差の場所がですね、1個ずつずれてるんですね。1個前のやつは、ここを四角になるようにしたら、ここで交差してたんですけど、ここじゃなくて、それぞれお隣のペア同士でハーフステッチ入れてるんですよ。なので、真四角が市松模様みたいになってるわけではなくて、こう、ジグザグの、こう、蛇の、ね、なんて言うんですかね、蛇の体みたいな風に、ジグザグに進んでいるという出来上がりになります。つまり、どういう風に進行しているかというと、よ、最初のところは、同じですね。こう来て、2と3で交差してます。で、右側やって、次に左行って、下までっていうのは同様にやってます。で、3と4は交差入ってますね。なので、こうです。で、端っこは、ここまで来て、斜めで交差を入れてますね。で、次のところも、最初の方のブロックはほぼ同じで、それぞれ、6と7で交差して、その後、こういう風に、中身は進んでいくんですけど、で、ここで左下のハーフステッチはしてますね。してます。でも、ここの部分ですね。ここでハーフステッチを入れてないんですよ。なのでちょっと飛ばします。で、次は4と5でこういう風に進むんですけど、よいしょよいしょ。なので、右下以外のところは、ほぼですね、同様に進んでます。で、こう来て、こっちは、ここが左来てるかな？ですね、左来て、こういう風に行くのは同じなんですけど、で、ここもこうまで入ってるかな？で、さっき、ここでやってなかったんですけど、その1個、隣、左下、ここで、交差をしてます。なので、この糸がこっちへ行き、この糸がこうですね。うん。で、次に、ここで使われちゃったから、今度はこの糸が来て、ここがこうだと思います。さっきのとこと、交差してた場所が、こう一個ずつずれてるですね。ここの、1個前のと見比べると分かりやすいかと思うんですけど、1個前はここで交差してるんですね。次もここで交差してるんですけど、今度のは、まあ、こっちで、ここで交差してるんですね。なので、なんかこうジグザグっとした感じになるということだと思います。なので、同じように書いてみると、こう来て、こう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 。ここはいつもと同じで、端っこも、ここは端っこだから斜めまで来てますね。で、次もやって、こういう風に進行してます。で、端っこはこういう風に来てるんですが、ここをやりたいときに、ここがちょっとイレギュラーでして、この糸がこのままこう来てますね。斜めに来てます。で、この糸を使って、ここをやって、こっちはこう縦横は来てるんですけど、こういう風に進んでますね。よいしょ。で、これは左って言って、これは縦に来て、こうですね。で、ここは横から来た糸がそのまま縦糸に変わって、で、こ
こは、ここはどうしたらいいんだ見失ってしまいました。あ、いいのか。この糸がこうだから、ここの縦糸と出会うからいい。で、こうかな。で、次左へ行くと。で、これは縦へ行くと。で、こうと。で、次も、四角を作るんだったら、ここで交差入れてたと思うんですけど、こうジグザグにしたいんですよね。ジグザグにしたいから、ここじゃなくて、こっちで交差を入れます。そうすると、こういうふうにジグザグになる。で、だからこの糸がこう来て、今度は縦に進む。この糸はこのまま縦糸になってっていうふうに進行していきます。ちょっとだんだんね、頭がこんがらがってきちゃう感じになるんですけど、こうで、次は横。なので、まあ、右下をやるときだけ注意すればいいかなって感じですね。だから、この左上で交差してたところは、右下は交差しないで、一個ずれたところで、ハーフステッチをすると。そういうふうに、こう来た糸がこう進むから、この糸を、横やった、これが、ここで交差をこう入れれば、こう互い違いになるんですね。っていうか、そうですね、図を見てても横して、そうですね、ここで交差が入ってから、で、この糸とこうだから、ここでこう縦に進んで、こっちはこうだ。あ、できました。ここで交差を入れればいいんだ。ということですね。で、次は、ここから横から来たのがこう進むんで、これはこうですね、こう来て、こっちがずーっとジグザグっと進んでいて、で、ここが縦になる。ここも、こう来た糸がこう使われて、よ。で、ここは互い違いだから、ここはこうで、こうだ。ここでこの糸が横へ行き、横行った糸が縦へ来て、で、次は、ここは斜め進んで、よ、こう使われて、で、左上が交差してたら、こっちは半個ずれていくんだけど、とりあえず、ここが交差するのは確実ですね。ジグザグなんで。で、次は、ここは斜めに走るのかな。こうで、こう、こう、こう行くから、ここは交差する、ここはしないんじゃ、こっちは交差できるんだけど、でもここで交差しちゃうと、そうですね、こっちに使われちゃうから、ここが斜めに渡るのと同じように、ここは、こうでいいかな。よ。で、縦行って、ここはこう来て縦行って、この縦糸はずっとこう。うん。こんな感じだと思います。いや、難しいですね。結構こんがらがってしまいました。まあでも、こういう風に進むと、そうですね、こう来て、ここが、交差してる、次はジグザグって感じで、こっちが交差、下が交差っていう風に進むし、こっちも、ここはこれで、端っこはこれでしょうがないのかな。で、ここが交差してたら、こういう感じですよね。こういう風に模様が進んでる感じ。という風に、まあちょっとバリエーションが出せるっていうことだと思います。よいしょ。で、こっちが、ポアン・アラビエージュ・ビエゼ・アベック・デッサン・サーペンタンですね。で、この2種類があります。
で、次は、じゃ次はこのポアンピエゼやってみましょう。こっちはなんかこう斜めに進んでいくっていう感じなんですよね。こう四角を作ってないって感じですね。ここの下側の四角も、ここも作らないんで、右上、なんていうのかな。上行って、右、左、下ってやるんですけども、左上と右下の方では交差を入れてないっていう感じです。そうすると、こう斜めに走るようになるってことでしょうね。というわけで、やってみましょう。よいしょ。やっぱあれですね。文章を見ながらやらないと、こういった間違いをしてしまいますね。難しいところだな。時間がかかっちゃうからあれですけど、文章を読んでからやった方が、こういうちょっとした間違いはなさそう。で、次なんですけど、次は同じようにまた6個。1、2、3、4、5、6個。点を打ってもらって、まあ、見ると1,2,3,4 でこっちからこう来て交差してまして、真ん中でまずやってますね。で次に右やって、で真ん中で交差入っていて、で左行って下っていうところまでは進んでると思います。なんで、ここまでは行ってるんですけど、じゃ次のブロックも同じように、最初の真ん中のところで交差入って、よいしょ。こういう感じですね。で、進んでいるんですが、見るとですね、この、ここで言うと、3と4ですね。今までこう3と4で交差入ってたんですけど、ここで交差をしないで、この4の糸と、まあ、5の糸じゃない。ここは交差入ってますね。こう来てるんで、4の糸と、まあ、ここで交差した後の5の糸で、ここで新しく次のブロックが始まってるって感じになってます。なので、ちょっとしばらく書いてみると、こう来て、こう来てて、ここも、ここの交差をするには、斜めに来てるんですね。で、次のブロックをやるときも、ここは、斜めじゃない、一番端っこはこういうふうに、さっきと同じように進んでるんですけれども、よいしょ。こういうふうに来たら、この左上と右下は交差を入れないっていう感じですね。で、よいしょ。次の三つ目のブロックも同様に書いてみます。で、ここで、そうか、こう、いつも手癖でちょろって書いちゃうんですけど、ここ下に行かないんで、この左下は交差入ってるんですけど、次は、こういう風に糸が進むときに、この糸を7と8で交差させないで、このまま8番をこう右へ持ってくるっていう感じになります。ここもそう、7番を直接持ってくると。こうですね。で、次も、この左下は交差入るんですけれども、右下は交差を入れないで直接こう持ってきます。よいしょよいしょ。こういった感じですね。で、どんどん書いてみましょう。左下は交差を入れるけど、
そうですね、左下は交差を入れるけど、右はそのまま斜めに持ってきて、次のブロックのステッチをやると。この端っこでいつもね、悩んでしまうんですけど、こう、端っこはこうでいいかな。こう来て、こう来て、こうなんで、よいしょよいしょ。そうですね。これはこれで良さそう。うん。ずっと一緒に照らし合わせてても合ってると思います。こうかな。こうなると思います。で、ここのちょろっと出たの消しちゃいましょう。ここいつも間違えてしまうんで。で、次は、端っこは斜めに進むけど、次は、よいしょ。四角はこういう風に進むけど、ここですね。右下のところは必ず交差。今までは入れてた、ハーフ入れてたけど、それをしないで斜めに進んでると。うん、だんだん慣れてきました。だからここも、ここは交差入れます。左下は交差入れると。で、こう進んできて、よいしょ。で、右下は交差しないで、そのまま斜めに来ると。うん、この順番ですね。1、2、3、4と交差するときに、よいしょ。左のブロックから持ってくるときは、まあ、必ずですね、交差1個少ない状態で持ってくると。右のブロックから来るときは、普通に縦糸と横糸で、まあ、交差してると。よ、よ、こんな感じだと思います。で、端っこは、こうかな？うん、きっとこうですね。で、せっかくなので、もうちょっと書きましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、ここはまず斜めに進むと、こうだな。うん、これは頭を本当整理しながら書かないと結構こんがらがりますね。こんがらがると頭が真っ白になってしまって、今さっき思考停止してしまいましたけど、まあ一回書いてしまえば、まあそれを書き写すだけでこと足りますからね、一回やっちゃえばいいと思います。こうかな。3と4で交差してて、で、次こうだから。そうですね。こう来て、こう来て、こう来て、次はこの下から来たのが交差してから、うん。なんか斜めに、ほんとこういう感じですね。うん。こうでいいと思います。できました。で、ちなみに、まあ、ずっと文章を見ててもあれなんですけど、ここですね、まあ、とりあえず、全部、今回も全部ハーフステッチなんで、まず緑色に塗っちゃいます。ピンの部分は、まあ、黒なので、よいしょ。まあ、ピンの部分は黒でいいんですけど、これそれぞれちょっとツイストの数が斜めのところでちょっと多いんですよね。何回だっけ？ 3 回ツイストしてるのかな？
そうですね。的にも1、2、あ、2回かな。どっちだっけ、ちょっと、ちゃんと見ましょう。それぞれ、あ、2回ですね。Do for Tulne って書いてある。そうですね。ここら辺も Do for Tulne、Do for って書いてあるんで、ここの斜めの部分が全部、ツイスト2回になってるんですね。なので、今全部緑で塗っちゃったんですが、ハーフはクロスしてツイストなので、ツイスト1回分しか表現できないですね。なので、2回にやっているところは、ちょっと追加のツイスト分を黒線で書き足しましょう。クロス、ツイスト、ツイストなら、茶色に塗っちゃえばいいんじゃないかっていう感じでもあるんですけど、やっぱ一部だけ茶色見づらい気がするんですよね。私の、まあ、感覚なんですけど。で、まあね、実際そんなになんか半分だけ茶色で塗り分けてる図も見ないで、なんかエクストラのツイストはだいたい黒線で描くのがみんな好きみたいなんで、なのでここら辺、あ、最初のツイストはとりあえず入れといて、ここら辺の斜めですね。ここら辺ハーフの後にツイスト1回書くことで、ここだけクロスツイストツイスト、右手のペアだけクロスツイストツイストってやるっていう意味になりますから、この斜めの部分に全部エクストラなのを入れときましょう。ここも入ってるかな、入ってますね。なのでこういう風に、ツイストを入れればいいかなと思います。こうですね。で、これが、ポアン、ビエゼ、まあ、斜めにこう模様が進んでる感じですよね、になってます。こんな感じですかね。これでやっと、ローズグラウンドの3種類が今日終わって、で、昨日じゃない、先週が4種類だから、これで7種類できました。